本納め駅は、千葉県茂原市本納めにある、東日本旅客鉄道外房線の駅である。駅ホーム地上駅であり、駅舎の東側に接して、単式ホーム一面一線、そのさらに東側に島式ホーム一面二線と、合わせて二面三線のホームを有する。二つのホームは、駅舎の新茂原方にある古線橋で結ばれている。駅舎は、木造平屋建てで、基礎部分が、 レンガ済みとなっているのが特徴的である。内部には広い待合所のほか自動券売機、自動改札機が設置されている。その他、トイレと島式ホーム部に締め切り可能な待合所が一等設置されている。2006年までは直営駅であったが、それ以降は JR 千葉鉄道サービスが駅業務を受託する業務委託駅となり、現在は JR 東日本ステーションサービスが駅業務を自宅している。なお、茂原駅が当駅を管理している。2010年2月10日より、外房線 PRC 型自動放送が導入された。2020年度の1日平均乗車人員は1243人である。近年の1日平均乗車人員の推移は、 下記の通り、公立調整病院1972年に、茂原市と合併するまでは、調整小売元納め町の中心部であった。以前まで、大網で駅系統の茂原駅、大網駅間を運転する、バス路線が土曜日に一往復のみ運転されていたが、廃止された。出店広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。